皆さんこんにちは、相談ニュース特別版でお送りをしています、国民民主党で宮崎2区に挑戦を予定しています長友真嗣さんにお話を伺っています。私は立憲民主党宮崎県第1区総支部長で宮崎県会議員の渡辺壮です。長友さん4回目となりました。今まで、政治家に挑戦をしようというまでの長友さんの歩みやですね、政治活動を始めての感想などを伺ってきたところですが、いよいよ本題的な話で、4回目で、立候補を決めてしまった、その中に込められた思いというのを伺っていきたいというふうに思ってますが、例えば高校生の時生徒会長されたという話もありましたし、もともとメディアに関するお仕事をしたい、またしてきたというところで、これは私が新聞記者してきたのともに出ると思うんですけど、世の中のことに対してやっぱり興味関心があったっていうのはおそらく共通だろうと思うんです。でただ自分が担い手として政治家になるというような思いは以前から多少なりともあった。どうですか？はい、正直に申しますと自分が担い手になるというふうにはなかったです。伝える側、いかに分かりやすく伝えるかっていう伝える側にはいましたけども、じゃあ自分がじゃあ矢面に立つかというふうな覚悟はなかったですね。その登竜門を今通ろうとしてるわけですが、どんな印象でしたか、政治家って。一つ僕の中であったのは、もっと政治家の皆さんが、国民の皆さんに分かりやすく、みんなの問題なんですよと、巻き込むような議論をしてもらえるといいのになってのは常々思ってたんですけども、一方でその政治はやっぱり俺たちに専門家に任せとけと、それちょっと閉鎖的な部分もあるのかなというのは今までは思っていましたね。政治家といってもいろんな舞台で仕事をする政治家、在野であろうと政治家は政治家ですから、別に議員とですねイコールにする必要はないかと思いますが、暮らしにとっても近いところで、市町村の生活に密接なところを見る議員というのもあるでしょうし、中間自治体で今私がやっているのは県会議員という、ある意味でちょっと何やってるのか分かりづらい、国政と生活に近いところの中間みたいなことをしている立場もあるし、テレビでよく出てくる国会議員、その国会議員の中にもいろんな、党を代表するような方から若手で一生懸命頑張っている、いろんなところあると思うんですよね。で、その政治家の皆さん多少なり近くで見る機会は増えたと今思うんですけど、どうですか、印象は。もちろん増えましたし、政治はやっぱり政治家の皆さんだけに任せようとしてた方の意識が良くなかったんじゃないかなというふうに見えるようになりました。こんなに一生懸命やってもらってる政治家の皆さんがたくさんいるのに、その方たちの意見をちゃんと聞こうとじゃあしてたかなという反省もありますね。なるほど。そんな中で、いざ今国民、旧国民民主党のちょうど一番最後の頃にですね、公認が決まられて、この夏はですね、新聞に名前が出たりいろいろバタバタと環境変化があって大変だったんだろうというふうに思いますけど、直接このフィールドに立ってみようというきっかけはどんなところにありました？もうそれは3年半の義務化ビザ経験が、全てだという感じがしますね。というのも、地方創生 をする義務化ビザだったんですね。中小企業支援もそうなんですけども、地方の課題を解決することで、より魅力的な、地域にしていこうといったときに、もうこんなに地方には課題があるんだということを見せつけられたんですね。いろんな方が相談に来られますから、障害児、障害者の子どもさんたちの放課後等デイサービスをやっている施設長から、この地域でこの子たちはもう外に出ることがない、でもこの子たちが本当にこの今のエリアで安心して暮らせるような世の中なのかって時に、誰が彼らを食べさせていけるんだと、地元で雇ってくれる企業があるのかとか、そういう問題を突きつけられたこともありましたし、中心市街地活性化っていう取り組みはもう何年も前からやってるけども、実際には全く活性化しない状況をどう捉えるべきなんだろうという話もありますし、人口減少していく中で移住定住の問題、空き家活用しようと思って空き家バンクっていう制度があるけども、空き家バンク全く活用されてないよね、何なんだこれはとか、そういうことを一つ一つ突き詰めていった時に、もち
ちろん県北の課題ではあるんですけど、うん、日本の、まあ、各地方に共通する課題そのものなんだといったときに、うんうん、これは一地方自治体だけでもがいてても解決する問題じゃないんだなというところに、うん、まあ、3年半やらせてもらった中で気づいて、誰に対してこれはこう訴えていけばいいのかといった時に、最初は市の行政の皆さんとやってたんですけども、いや市役所に行ってもらってもそれは国から降りてきた、うん、まあ、国の施策制度設計の中でやってるだけだから、ちょっとうちらに文句言われてもみたいなところがやっぱ出てくるんですよね。あ、そうかと、やっぱそういうものだったら直接中央にものが言える立場で地方創生をしなきゃいけないというふうに思った時に、国に対するものが言うポジションってどこなんだろうって意識し始めたというのがきっかけです。なるほど。私も10年県議会で、それこそ地方創生という言葉を飛び交い始めてからの10年だったと思うんですけどね、見ていていっぱい頑張ってらっしゃる方々がいるし、知恵を絞って本当に工夫をしようという方々がたくさんいるって言うんです。それを感じていると同時に、行政の立場で見ていると今言われている地方創生というのはすごく上から降りてくる自由度の実に狭い、この幅でこういう中で選択肢を選べばお金がついてくるという、実はとっても創意工夫に基づくものではなくて、すごく型にはまった仕組みに実はなってるんじゃないかという印象をずっと持ってますけど、その辺どうですか？もうまさに今おっしゃっていただいた、うん、もうそのもので、うん、例えば地方創生交付金、うん、交付金をじゃあ使って、相談者さんと一緒に、地域を元気にしていこう、うん、まあ、僕が使ったものは農泊推進の交付金等だったんですけども、まあ、まず書類の多さその書類を作り込む、まあ、僕がやれなくはないんですけども、うん、農家さんにこれからやろうとする方にそれじゃあやってるって言えないよね、はい、しかも期限が決められていて、うん、でだからしょうがないからコンサルを入れます、うん、そうするとコンサルが交付金の半分ぐらい持っていっちゃう、うん、何なんだろうなと、うん、地方に落ちるべきお金が落ちてない、でしかもまあ、また納期っていうか、まあ、年度内に処理しないといけないものなのに、交付決定通知というのが二次募集の場合12月に降りたりするんですよ、うん、で3月までに何百万というお金を使い切って報告してくださいね。いや計画書的には9月から取り組む予定で何百万の予算を消化するというか取り組む事業だったのに、なんで1月に交付決定が出て3月に3ヶ月でやらないといけないんですかみたいなことって、うん、目の当たりにした時にこういうことがいっぱい起きてるんだったら、いや変えるべきでしょ、僕たちの税金ですよね、うん、それを何も言わずにこう今まで放置していたっていうのはやっぱり誰かが違うんじゃないですかって言わないといけないっていうことに、まあ、じゃあ誰が言うんだってなるんですね。俺が言わなきゃダメなんだと思いました。俺がもう矢面に立たないといけないんだと思いました。なるほど。そういうことですね。さっきの話の中であったコンサルの方々も知恵を出して頑張っていろいろしてくださっていると思うんですね。ところが制度設計に無理がある中だと、その力を借りないと何もできない。で、一生懸命な方々もいるんでしょうけど、中にはパターンにはめてしまえばいいというような方もいらないわけではないんだと思いますね。だから何か地方創生という本来自由で豊かな発想をもとにして、ある意味いろんな形にジャストフィットできるようなものをしなきゃいけなかったものが、とてもパターン化されていってるという印象がですね、あるんですよね。それはもう行政のお金の使い方も硬直化してるし、それを受ける側も、こうやっておけば無難だという幅のところで固まっていってるって感じはですね、確かにすごくします。そういう思いを持って、ある種現場で見てきたこと、そこで見えてきた課題を変えなきゃいけないというためには、直接当事者として政治というフィールドの中で担う人間が必要だろうと。で決意先ほど思ってたようにそれなら自分でというふうに思われたということだと思うんですね。で、長友さんもご家族いらっしゃるということです。今まで、お仕事変わるときにもある意味報告のようにお仕事変わる報告っていうのは今までの会の中でもお話ありましたけども、今回はまたちょっとなんて言うんでしょうかね、ハードルの高さが違うような気もしましたが、そうですね、どうでしたその思いを伝えになってご家族とか、ご友人とか、やっぱり妻にはですね、貧困ビザをやめようと思うと、うん、
で次何するの、うん、政治に立候補しようと思う言いました、うん、いいかもねって言ってくれました。反対するかなと思ったんですけども、はいはい、でなんで反対しなかったのか、まあ、彼女の言葉を聞いて納得したんですけど、はい、あなたはいつも私のこと後回しだったもんねと私の家のこと家庭のことは二の次三の次でいつも人のために動くようなあなたが、うん、まあそういう人が政治をやるべきなんだろうねって言ってくれた時に、うんうん、背中を押してもらったなと思いましたね。他には障害はありませんでした。障害という方は、うん、あとはハードルはありませんでした、まあ、普通だったらそのいろいろ、まあ、自分の今までご商売とかご職業の関係であるんでしょうけど、うん、たまたま、まあ、もう私どもはまあ、いわゆる義務化ビズというところをやっていた人間なので、まあ、その次のステップとして、政治の世界に進むことを、まあ、障害になるってことはなかったですね。なるほど。まあ、県北って、まあ、我々はもちろん今国政選挙にチャレンジしようとしているので、まあ、自分の選挙区となるところの課題だけを考えていけばいいというわけでは全くないと思います。でも、まあ、宮崎1区もある意味そうかもしれませんし、また宮崎2区というところは、まあ、日本中いろんなところで抱えるある種その先ほどお話がずっとあったのも普遍化された課題だと思うんですよ。宮崎2区だけの事情ではなくて同じ状況は各地に、全国の各地にある。そういう意味でもある種それに取り組めるということは、この国のいろんなところでの現状の会談に影響するってことだろうなというふうに思うんですが、まあ、他にもし国会議員となる議席を獲得できた時にはですね、取り組みたいということがありますか。まあ、やはりその私が義務化別でやってきたことっていうのは、立場の弱い方たちの声を聞いてきたっていうような、うんうん、経験があります、まあ、それだけそのいわゆる社会的にマイノリティと言われたり、うん、弱い立場の皆さんってそのセーフティーネットが弱い脆弱なんだということを感じました。で、もう一つは政治の世界でも、特にこの宮崎は、国会議員が5人いらっしゃいますけども、うん、全自民党の議員さんだけなので、でね、野党の声、まあ、声なき声が届いていないということも感じます、うん、なので私としては自民党の皆さんが、きちんと政治もやっていただいている中で取り切れてないというか、拾い切れてない声を野党の人間として持っていく、国会に持っていきたいなと、うんうんうん、そういう姿勢でいつも臨んでいきたいなとは思う、うん、なるほど。長友さんがおっしゃった第2回の時の話だったと思いますが、子供の時からっていうのを振り返った時に、うん、まあ、常にこう、うん、対抗するものがいるという考えが子供の時から思いとしてあった、まあ、そこにも通ずるっていう気がするんですね。で、ちょっと私の話になっちゃいますが、今行われている日米共同訓練の米軍の皆さんの宿泊の問題がですね、宮崎市内のホテルに突然行われるようになるということが、まあ、一方的に決まった事案がありました。で、僕はこれコロナがどうのこうのっていう問題とはちょっと別のところに本質があると思っていて、一番大事なのは周辺の自治体や宮崎県も含めて国との間で築き上げてきた合意であったり納得というのを一方的に変更しようとしたことっていうのは問題だと思ってるんです。話し合った結果現状が変わっていくことは当然あると思ってますが、それは今までの理解や納得というのをないがしろにして現状変更しようとしたとかも問題だと思ってるんですが、その中で国会でヒアリングを開いてもらって、僕らは防衛省と直接話をさせてもらうような機会も得たんですが、まあ、なかなかいろいろ努力されてたのかもしれませんが、与党の国会議員の皆さんの動きが見えませんでした。まあ、そういう中で、立場からすれば、我々は与党だから言いづらいんだとか、まあ、いろんなことがあるのかもしれません。それは伺ってないから分かりませんが、それでじゃあ与党ができないんであれば、野党がやって県民の思いを伝えたり、はっきりしてないところを質問をし、正していって、どう考えているのかを引き出していくって、とても大切なことだと思って、改めてですね、やっぱりこう、今与党にいらっしゃる皆さんがいい政治をするためには対抗勢力が必要だし、また我々がそのうち与党になることがあればまた逆もしかり、やっぱりこの緊張関係が宮崎でもう作り出していかないといけないというのは僕も本当に強く感じているところですね。まあ、その辺は改めて長友さんと思いをですね共有できるところだというのを大変実感できたところです。
それでは今回4回目の長友さんにお話を伺ってきましたが、次回が最終回となりますけれども、5回目はいざ、我々も選挙に向けてといいますか国会にチャレンジする心に向けてどんなことをお互い思っているのかというのを次回お話をしたいと思っています。今回はここまでといたします。ご清聴ありがとうございました。